森の中を歩いてた時に、ね、光が差し込みながらさっとなんか風を感じて、で小鳥がさえずり始めて、草木がおしゃべりを始めたような瞬間の不思議な体験があったんですよね。体全身で感じるサウンドだっていうことです。300年という時間がものすごく木目として規則性がそこに出てくるんですね。でその規則性が実は金平にとっては非常に大切な木になります。振動という物理現象の非常にシンプルな原理原則を応用して作っています。心あるいは美しいと感じた瞬間の美意識だと思います。決してテクニックからはイノベーションは生まれない。僕はやはり心だと思います。300年という年月をかけて育った木が作り上げた楽器なんですよ。特別なことは何もしていない。僕が最後に仕上げをしただけで。